これで酒飲めなかったら何で酒を飲めるんだと。はい、どうもダメな大人です。はい、ということでですね、飲まない方も飲んでる方もいい飲みライフはしておりますか。皆さん、私はもういい飲みライフをしております。はい、ということでですね、今回はですね、こんな私を救いたいくてですね、さらに私が気持ちよくなれるほぼほぼ違法なレシピを作っていきます。題して、玉ねぎの白だし明太バター、入ってるもの全部がメニュー名に入ってるっていう、非常に分かりやすい、そうなのよ、作っていきたいな。リュウジのバズレシピ。玉ねぎの白だし明太バターっていう最高に飲めるつまみを用意したんですけども、まずは玉ねぎです。これだいたいね、皮付きので280g とか 300g ぐらいのものを用意してください。はい、だから白だしですね、山形の白だしです。だから明太子です。で、合わせて 30g ぐらいのものを用意しました。で、バターです。ということでですね、このレシピはね、非常にお酒が進むレシピなんですよ。なんですね、もうちょっとお酒を飲みたいです。私はレモンドー、カミソリレモン 9% 飲んでいきます。あー、絶対これはさ、アルコールパワーがここに溜まってきただろう。ということで、やっていきたいと思います。あまりにも酔っ払ってレシピが伝えられなくてボツったの動画にもういくつあると思ったよ。ちゃんとこうやって剥いてみましょう。ほら、はい、これはですね、半分に切ります。はい、半分に切ったらですね、そんなに薄切りじゃなくていいです。だいたいね、0.8 ミリぐらいスライスにしてください。そうするとですね、確実に幸せになります。はい、はい、こんな感じです。はい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 、オッケー、はい、オッケーです。はい、ね、ガラスのね、保存容器にね、もう全部入れていきます。これ、はい、ごっちゃんごっちゃんと入れてください。これはこうやってね、あ、皮だけね、皮だけ残してやれますから、これ、はい、そしたらこうやってね、包丁の背を使って美味しい部分を切り出し、これです。これこれこれ、この明太子が乗りました。そしてこの余った明太子の皮を、そしてレモンド、そしたらバラ、そして白だし大さじ1ですね。はい、これでございます。じゃあこれにね、あの、これつけますね、これ。はい、そしたらこれで電子レンジスパイルダウン。じゃあこの4分間は俺のフリータイムなんで、もう業界まな板なめになります。うまっ、あー、うまい。皆さん、いい具合でらしいです。これでございます。よくよくかき混ぜていきます。明太子がね、これに全体が絡まることによって、鬼に絡まない、鬼に。これで酒飲めなかったら何で酒を飲めるんだと。ちょっと味見してみる。ありがとう。ちょっとね、玉ねぎはね、若干太めに切ったからシャキポリ感もあるね。じゃあ盛り付けていきます。じゃあ盛り付けていきます。じゃあもう盛り付けていくと言ってもね、もうご飯を乗せるだけですよ。これは玉ねぎ丸々1個使えたらどうです皆さん。嬉しいですよね。嬉しい、恥ずかしい、朝帰りですよこれ。水分で移った青ネギをこうちょっとパラパラと、あら、これでしょう。皆さん、こういうことですよ、おつまみって。こう、実は食事に行かないと、もう俺が持たない、俺が持たないので、食心にちょっと行ってもいいですか。それでは皆さん、むさぼっていきたいと思います。むさぼります。じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。うん、うまっ。これすみません、つまみです、完全に。これめっちゃうまい。太めに切ったんで、玉ねぎの食感がちょっと残ってるところが愛おしいですね、すごく。レモンサワーに合うな、おい。
やっぱね、何にでもタバスコかける料理研究家だから、タバスコかけちゃうんだよな。万能なのか。バターとタバスコの相性ってめっちゃいいよね。粉チーズ、チーズかけるとワニ欲しくない。私これからチキンソースカツ丼作りますので、こう来ちゃいます。もうこの状態でやってられないんでね、放送事故なんじゃない。あまりにも酔っ払ってレシピが伝えられなくてポツッとの動画にいくつあると思ってんの。そういうことなんですよ。だからこれはさすがにお蔵入りするわけにいかないと、私もちゃんと、頑張ってやってみてます。